はい、どうも、どうもでございます。今日は、1000人登録促進プレゼント企画の第1弾ということで、スバル先生にゲストに来ていただいてます。はい。ちょっと、スバル先生からまだ、放送への、参加申請まだ来てないようなので、ちょっと、あれですね。はい。ちょっとだけ待ちますね。はい。でもなんか、とりあえずさ、今パソコンを開いてるそうです。あ、来た。どうも。はい、どうも。こんばんは。こんばんはです。ちょっとごめんなさい、もう始まっちゃってると思わなくて。あ、全然いいですよ。全然いいですよ。どうも、あれですね、ちょっと元気ないです。え、ちょっと待ってくださいね。てか、OK？ ちょっとこれ、この放送削除した方がいいか。ちょっと待ってください。嘘、削除した方がいい？ちょっとグダグダ、ちょっと待ってください。いいよ、全然。それは別にいいですよ。はい、これで OK です。あ、どうも。はい、どうどうも。も。 1000人登録促進プレゼント企画の第1弾としてですね、今回、スバル先生に、プレゼントを提供してもらったんですけど、視聴者さん、こんにちは。視聴者っていうのかな、リスナーさん。リスナーさん？でも YouTube の方も、あんまり YouTube の方もリスナーさんか。まあ、一緒だよね、でも視聴者さんのリスナー。一緒ですね。でね、プレゼント企画ね、ずいぶん前からやるってことになってたんですけどね、まあ、ついにこの日まで来てしまったっていうことを本当、お詫び申し上げます。そうですね、書いたの3月くらいですね。え、だってあれって、そもそもだって4月開始のプレゼント企画だったわけでしょ、確か。そうだっけ？なんか4月開始でゴールデンウィークくらいって言われて、あれってずっと思ってて、とかです。もしかして、そう私の絵はあれかな、トムヤさんが部屋のどこかの隅っこに塗ってんのかなって思う。ニヤニヤしながら、ニヤニヤしながら飾ってるとかなんて。ずっとどこかにいるんだろうな。いや、あるよ、飾ってあるよ、ちゃんと。飾ってはないけど。飾ってるんですか？飾ってはない。飾ってはないよ。そんな、もう、そんな、人聞きの悪い。いや、実はそれ、プレゼント企画、その前回やったんですけど、その Amazon ギフト券とかの、はい、ゴールデンウィーク発ったんだったじゃないですか。はい。で、これ本当に言い訳になってしまうんですけど、今聞いたかわかんないですけど、めちゃくちゃいろいろ忙しくて。なるほど。あれ、説明はまだしなくて大丈夫ですか？あ、このプレ、あ、こんにちは。あ、大丈夫ですよ。こんばんは。え、ちょっとこう、なんかこう、今回こう、プレゼントをまあ2品こう提供していただいたわけですけど、はい、この今回こう、今ちょっとこの画面に出てますけど、これあれですか、何ですかとか、何ですかって、何を書いたものなんでしょうとか、そういうなんかこう説明みたいな。説明ですか。この商品の説明をなんかできればスバル先生にしていただきたいなと。いや、すいません、書きたいもの書いただけです。書きたいもの書いたのは分かるんだけど、これオリジナルキャラなのかとかあんじゃん、なんかそのなんかの、あ、そう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 、そうですね。ピンクの子は、はいはいはい、看板娘ちゃんです。紫は書いてみたかっただけです。え、ピンクの方っていうのは、あ、こっちね、それは看板娘、左、あ、左か、左、あ、視聴者さんから見て左か。噛んだじゃねえかよ、久しぶりだね。何笑ってんの。視聴者は噛んだよ。俺こんだけいろいろやってきて噛んだの多分初めてだよ俺。はい、ということでね。
右側の方は割とインスタ、なんかインスタが好きだ女の子、なんかこれ今この写真は見、ちょっと見れないごんでめんなすさい、けど、光の加なん減でか本当申し訳ございません。ちょっとスノーで写真撮った女の子みたいな感じで書いたんで、届いた方は見てくださいね。右、両方ともオリジナルだけど、この紫の子は今回描いてみたかったやつってこと？そうです、なんかこう、だから昔流行ったじゃないですか、なんかスノーで撮ってるみたいに、なんかこう、なんか猫耳生やしたり、ひげ描いたりっていうのを描いてみたくて描きました。この写真からではちょっと分かんないけど、そういう感じの絵になってますよ。ほう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 。ごめんなさい、なんか今日やると思わなかったんで、ちょっとなんかごめんなさ い。何も考えてないや、かったん僕で。もね、そんなね、考えて、段取りはあんまりそこまで考えてなかったんですけど、はい。今回ね、こんばんは。今回、今、表示されている、第1弾のプレゼントを、1000人登録のプレゼント促進キャンペーンとして、プレゼント企画をやってます。まずね。イエーイ。で、応募条件の方どうしようかなと思ったんですけど、いつもの通り、応募条件としては、YouTube UGP チャンネルにチャンネル登録していること、まず。で、プレゼント企画のその動画に、高評価とそのコメントをすること。で、あともう一つどうしようかなと思ったんですけど、ツイッターとかで、せっかくスバル先生にプレゼントを提供してもらっているんで、スバル先生のツイッターをフォローしていることみたいなのを入れようとしたんですよ。だから、スバル先生のツイッターを、この動画の概要欄にツイッターの URL を貼るので、スバル先生のツイッあ、ターをフォローしてい嬉しい。ることっていう。皆さんフォローしてね。っていうので展開したいと思うんですよ。あ、こんにちは、みんなからこんばんは。じゃあそういう感じでお願いしたい、じほんゃあ、と。そういうことにしましょう。じゃあ、嬉しい、なんか気分が上がってきたね。チャンネル登録、高評価、コメント、ツイッターは、スバル先生のツイッターをフォローと。じゃあコメントに私の絵の愛をつぶやいてください。コメントには、じゃあ、一言、このスバル先生の イラストや、もしくはこの商品がなぜ欲しいのか、みたいな。なぜ欲なしいぜの欲かしいと。のか、みたいな。これ世界に1枚しかないんですね、今のところ。今のところ 大量生産はいしや、世ねえで界、すよ、って。いや、一枚一枚丹精込めて描きましたよ、ちゃんだって同と。じものかけてたら絶対かけないわけでしょ、多分。何、全何、く同何、何、じもの、だって。デジタルだったらできますよ。これだって1枚全部手書きだもんね。手書きです。でも大丈夫かな、みんな気に入ってくれるかな、なんかよく見たら下手だなとか言われないかな、大丈夫かいや、な。めちゃくちゃ良かったですよ。ありがとうございます。ポストカードみたいなのも入れていただいて、あ、そうです。一応お礼状を書きました。本当。ありがとうございます、本当に。あ、いやいや、全然。なんで、今の条件でこれ、欲しい方はぜひ応募してくださいっていうことで、その同じ応募締め切りの方なんですけど、これ、1000人登録促進キャンペーンなんですよ。で、今、その登録者が、800ね、55とかなんですよ、多分。あと145人なんですよ。145人行かないと、この色紙はさ、配送されないって感じですかね。そうしようかなと思ってるんです。この後も、このプレゼント企画以外に、1000人登録促進プレゼント企画は一応やるんですけど、何個か。促進プレゼントだから別に今からやってもいいんじゃないでしょうか。どうしましょう、どうしましょう、どうしましょう、どうしましょで、1000人行ったら、友也さんの全財産をみんな誰かにあげるっていうやつにすれば、もう結構いいと思います。え、せ、まあ、1000人と、1000人到達したら、友也さんの全財産を皆さんにあげ全財産って何？
何ぜんざいさんってね、ぜんざいさんって何？全財あ、産おぜ、じあ、さんにぜ、入っ財た産ね。財産を、財産。なんでだよ。なんで？なんて聞こえました？ぜんざいさんって聞こえました。やばいでしょ、僕。僕今耳が悪いでしょ。耳っていうか、今解釈の仕方がおかしかった。ぜんざいさんってなんだろうなと思って。あ、ぜんざいってあっちだと思ったんですよ。あっち、あっち、お汁粉とかのぜんざいだと思ったんですよ。ともや全財さ産、あ、全財ん。ぜ産んね、ざい、なるほとど。もやさんのぜんざいさん。俺、お汁粉、お汁粉。発音が、私の発音がおかしかったあ、多分発音っていうか、そう、イントネーションが、ちょっとなんかそっちに聞こえたみたいな。なるほど。な。いや、普通に考えれじば、ゃあ、トモヤさんが1000人に1人1人お汁粉プレゼントっていう。いいじゃとないもでやさすんのか。ぜんざいさんっていう新しいその商品名なのかなみたいトモヤさんと全財産で全財産を買って皆さんに配布しました。な。なんでだよ。全財産の分のお汁粉買ってみんななにんあげでる。だよ。金配る絶対1000人分ぐらいあるでしょ。金配るの？金じゃなくて、お汁粉に変えてみんなにあげる。相当じゃん、それ数。ね、相当、倉庫相に変当えなてみ数て。じゃないかとか、っていうか、そもそもね、そもそもだよ。その、全財産を、全財産に変えて、そうそうそう。それで、リスナーにお汁粉に変えて振る舞うってことでしょ、要は。そういそうそう。らもう炊き出しでもいいよ。誰もいらないでしょ、それ。ともやさんがある、なんかディズニーランドかなんかを貸し切りして、炊き出しみたいにして送る。さってみんな出来たて食べられる。なんでわざわざディズニーランド貸し切ってさ、お汁粉、どたき出しやんの？ やばすぎでまあしょ。貸し切れない。ディズニーランドは無理だから、まあ近くの公園でも近いいくでのす。公園でも。東京ビッグサイトでもいいでリすスよ。ナーじゃない人混じるじゃ雨の人でもない、雨の日も大丈夫だよ、ん。全然知らないホームレスとか来るじゃん。関係ない人来るじゃん、お汁粉もらいに。絶対。汁粉もらいっていうかにさ、っていうか、リスナーがもらいに来ねえよ、そもそも。ホームレスのリスナーが。東京ビッグサイトでもいないよ、そんな人。え？東京ビッグサイトにそんな、ねえ、大丈夫だよ。トモヤさんのこと、トモヤさんだから3つのキーワードを作っといて、それを全部答えられたら入れるってことですよね。お尻こもらうまでのハードル高くないか？ そんなの来るやついる？ なんでお汁粉もらうまでに3つのキーワードをさ、すごい労力じゃない？お汁粉もらうだけで。え、だって全財産分だから、いや、そんなやばすぎだろ。それ全部配り終えるためにちょっとね、やばいよ。いや、ハードル低いと思う。だってツイッターに答え書いとけばそれ見た人みんな来てくれるから結構少ない人数しか来ないような気がするんだけど。いや、いっぱい来るから。言って多分、現実的な数ね。現実的な数は、僕ね、まあね、15人ぐらい来ると思ってるよ。15人は少ないよ。現実はね、現実はそう、現実はそうだけど、いや、だから例えば東京ビッグサイトの駅あるじゃん、近くに。うん。あそこにキーワードをでっかく3つ貼っといて、あ、懐こかれしい言えよ。ばお汁粉もらえますよって言えばいっぱい来る。本当。これについてチャンネル登録したらもらえまビッすグよ。サイトの近くにはネットホームレスいないのかい？いないですよ。対いる。脈々と噂が広まる、絶対。いいと今思日はそこう。で炊き出しやっいてや、るぞ、なんみたかいな。ある意味なんか有名になれるかもしれないですよ。そんなことしてる人絶対いないから。やばいやつでしょ。デザフェスやってる時に一緒にやればいい。したらみんな買ってくる。買うっていうか、お汁粉の炊き出しやるの？お汁粉の炊き出し YouTuber として頑張る。やばすぎでしな、ょ。今回、てかいいの、こんな話してて、このサムネでこの会話きつくないな。いやもうだからもうプレゼント企画の説明をね、 YouTube 宛ての方でさしましたから、 私背景の方が気になります。気にすんな。 背景とは何のことを言っている。
この色紙の後ろのポスター的なんだなとや思つ。う？じゃあ当てて。当ててって言われたら、わかんじゃあなどういうものだと思う？じゃい。イケメンがいて、あ。ああ、違うんだな。ワイシャツとネクタイつけてさ、あのさ、俺さ、壁ドンしててさ、これタペストリーなんだわ。ね？壁ドンしてる絵で、トトメヤさんが手書きで吹き出しで「トモヤ」って書いてあるっていう感じない、か絶なって対ない、思っそたんなし、へ。みんなもそうだよね。これ部屋にタペストリーなんだわ。で、そのワイシャツっていうことれか、ちょ共感した方、はい、っと。共感し共た。感した方はいいねしといてね、グッドボタン。これとりあえずタペストリーなんだよね。これタペストリーなんだわ。で、ワイシャツとかっていうのは、なんかちょっと別にそこまで間違ってないんだけど。だってワイシャツが出てる感出てますよね。出てる感が出え、てでるもかどさ、うかそわのかんないさ、けど、下スカートだから見て、ちゃんと。スカートなだっんてだ。肌出てんじゃん、だって足の。やだ、トモヤさんたら、いや、足、ちこんなょっとところ待っ見て。て。一つだけ言わして。足出してない女の子いる？逆に足出してない女の子いるじゃん。ジーパン履いてる女の子だっている。これありがとうございいわます。ゆる、私じゃないけど、これ、いわば、これって、後ろにあるタペって、タペストリーっあ、ありて、がとうございます。まあ、はい。これ制服なんだわ。あ、い制わゆる女服。子高生なんだわ。女子高生なんだそれで太もも出してない女子高生いる？わ。私、高校生の時出してじなゃあかっ何たがよ。入ってたの？長いってことっすか？スカート履いてたけど、膝までちゃんとやってたよ。スカートってそんな丈あったっけ？膝ちょい上ぐらい。普通はあるんだけど、みんな短くしてるからああなっちゃってるんで、本当はそれだけ長くないといけないんだよって。そう。自由なところももちろんあるけどね。高校男の子しかいない高校なんて。男子校だったそうです。あ、まあ、かろうじてね、いないご、いないっていうのは言い過ぎだわ。40人いたら、40人クラスだったら5人ぐらいしかいないんですよ、女子が。ああ、じゃあなんか工業系とか理系ああ、まあ、とそかんなそう感いう。じですそんな感じらしいですよ、皆さん。よ。あ、まあ、興味ないかもしれキーワード一つこれね。ない。ヒント、キーワード。あと、スカートは短いスものカーだトはと短思っいとてい思っるってていいる。う。あと、太ももフェチっていう。これ3つで OK ですよ。その後ろにあるそのタペがさ、女子高生だということを前提に、何のタペストリーだと思ってます？女子高生って今言ったじゃん。女子高生の何のアニメとかだと思います？私アニメそんなに詳しくないんだよな。割と有名。割と有名。マジで。割と言うね。割と有名。ラブライブ。あ、正解。バンドリ。あ、ラブライブだろ。正解。ライブなんかラブライブのポスター貼ってハスハスしてるらしいです。これは、ラブライブの初期の、正気の。初期の方の、サンシャインとかじゃなくて、初期の方のやつで、結構大きいタペストリーで、主人公なのかな？真ん中にいる、高坂ほのかちゃんはいはい。と、星空凛ちゃんが、なんか、手、呼んだ女同士で手つないでイチャイチャしてる。呼んだ。え？何呼んだって？はい。呼んだって何？星空凛ちゃんって言ったか いら、や、星空凛ちゃんって星空だけあったね。凛ちゃん。星空だけあった。あ、そうだね。星空はあると凛ちゃん、私と生き別れの。はい。思う。何？生き別れの姉妹だったの？やばいね、それ。あんまこういうこと言ったら、ちょっとラブライブのファンの方がね、マーンってなっちゃうんでね。自重させて仮いにたそうだとしたらお姉ちゃんだよね。お姉ちゃんだすよ。ばらみしいんな先生。何歳だっけ？高校生？りんちゃんは高校1年生。永遠の高校1年生。りんちゃんは高校1年生。りんちゃほのん。かちゃんは高校2年生かな。ほのかちゃんってあれだっけ？オレンジのあ、髪のそう、子だっけ？中の人が問題。あ、ごめんなさい。今言っちゃいかんこと言おうとしたね。やばいね。やめよやばいう。ね。やばいよ。俺カッバトンしさときれまる、しょう。バンされる。どうしよう。本当に、本当にやばいからカットと効果音と文字入れしといてくださいね。私は何も言ってませんで。さあ、収録でちょっと乱れがありましたからカットしましたね。まあ、事実しか言ってないけどね。
え、この敷地、買いたい。敷地っていうのは何？縁金はにい。なってる？金ですよ。これって、なんかこう、え？なんかこう、何？この敷地自体はなんかあんの？それ文具屋とかに売ってるやつなの？文具屋。敷地？そうだね。画材屋さんです画ね。材屋さんに売ってる敷地なんだ。そうですよ。こういうのってやっぱさ、画材屋さんに売ってる敷地とかってさ、なんか違うの？その画材屋さんじゃない、その文具屋さんで買う敷地と。文具屋さん。文具やっ屋ぱさんっ時て代何がだ出ろますね、文具う？屋文さん。房具屋さん？いや、全然違いますよ。何が違うの？何が違う？わらばんしと剣としぐらい違いますよ。やっぱ絵をこういう色紙とかに描くならそういうやつじゃないとダメってことやっぱり。これ今回コピックとか、まあ、ちょっとだけカラーインクも使ってるんですけど、コピックとかだとザラザラしてると色が伸びにくいっていうか、伸びにくい、伸ばしにくいんでの表面が違うんだね、この絵を描くね。そもそも。すよ。そう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 。紙の質が全然違うってことね。違うということです。はい。だってこれ初めて知ったよ俺。いやなんか自分も絵描こうかなとかと思った。え、書いてくださいよ。で、それをまたプレゼント企画にするやばいだろ。俺この比較されるのがすごい嫌なんだけど、でもなんかさ、これでよ。よ。あ、どうぞ。でもさ、一番悲しいことよ。まあ、スバル先生はそんなことないと僕は思ってるけど、プレゼント企画せっかくやったのに、誰も応募してこなかったっていうパターン一番悲しいんですよ。そんな私だって最初の頃はありましたよ。本当ですか？え、何？その何を？絶対来ないわらとか、だからそう、ツイッター始めたての頃とか。何をプレゼント企画で出してですか？いや、プレゼント企画っていうか、その何いいねまでいったら何々するみたいな。最初の頃はああ、全そういう然来のな全かっ然た反け応してど、こないみたいな。まあ、そりゃツイッター始めたての頃は絶対来ないなと思ってたけど、思ってたけどってなんだ。ちょっと経ってフォロワーさん増えたら、徐々にこうみんながくれるようになって。あれだもんね、なんか、スバル先生のさ、ツイッターフォローしてる人って結構、スバル先生のこと好きな人が多いもんね。優しい人ばかりなんですよ、本当でに。しょ？だ結構フォロワーさんと交流あるじゃん、多分。いや、本当に優しいの、皆さん。そうでし本当ょ？に。もうみんな愛してる。愛してるよ、みんな。僕、あれですよ、他のフォロワーさんと全然交流ない。触れづらいことをつぶやいてますからね。いや、そう言っても、それもあるリけプをど、そ送っれもあてるいいけのど、かなーっていう感じのツイートが多くて。それもあるけど、正直言ってだよ。正直言って、別に俺のこと好きでフォローしてないと思うよ、大概の人は。どうかなー、友也さん面白いよ、なんか。なんかっいや、て、別に妊娠の言い方じゃない。ツイッターでは面白くないと思うよ。多分あれじゃない？なんかこう、もうちょっとフランクなことを喋った方がいいよ。音声で、例えば、フラッグ、例えば。フランクなこと。今日の朝ごはんはタピオカでイケイケ、今日もイケイケアゲアゲパーティーナイトだよみたいなことつぶやいた方が絶対いい。やばいやつじゃん、だって猫のぬいぐるみにさ、こう抱っこしてさ、これが僕の猫たんだよ、みんな可愛いと思ったらいいねいいねだよって。でも確かにさ、ツイッター、そういうとこあるよね。なんかこう、写真あげたりとかさ、ちょっと面白い画像とか、なんか面白い絵とかさ、あと面なん白いか漫画体との一部とか、体の一部って言い方ちょっとよくないけど、なんか。かこう体の一手部っをて、バ写ンしサてみリー。たりとか、あ、手ね、足とかさ、ちょっとなんかそういう人となんか身の一部を出すと、なんかこう、ああ生きてる人間なんだなって思ってもらえてさ。ツイッターでさ、フォロワーたくさんいる人ってなんかそういうのいろいろ凝ってるよね。なんか喋ってることも面白いし、載せてるものも面白いよね。まあなんか、ツイッ黙っターちゃはった悲よ。しい。ツイッターはわからんとです。
わからんとです。でも確かにその僕ツイッターあんまり詳しくはないですけど、そのフォロワーを増やす一つのコツとして思うのは、まあ僕あのアカウントはいないですけど、あんまり。結局ツイッターって、その芸能人でもない限りは、そのアカウントがそのどういったジャンルのアカウントなのかっていうことをはっきりしてるっていうのは結構大きいですよね。まあ、増やす必要はあんまないとは思うけどね。スバル先生はもうわかるじゃないですか、その漫画描いてる人ですよっていうことが。パッと見てね。それでこの、その、そういう少女漫画系の漫画描いてるアカウントですよって、そういう、で、つぶやくことっていうのは多分、そういうの結構統一されてるじゃないですか、割と。割と。そういうの大事だよねって思う。そうだね。だってね、学校のリアカみたいな ツイッターはなんかフォローしにくいよね。なんかフォローしても何話すみたいな感じだけど、なんか自分のこのツイッターとかに反応してくれたら、なんか好きでいてくれてるんだっていう感じでフォローするっていうのはあるかもしれないですけどね。でも別にいいんじゃないですか。私結構あれなんですよ、フォロー外の人も結構見てくださっててっていうのを知って最近あ、フォローで、してない人も見てるってことか。なんかツイッター持ってないとか、フォローするのがちょっとよくわかんないけど、おこがましいとか思ってくれる人、なんかこう、いや、フォローするのなんかちょっがおかとましいこ緊と張はだねけえみたいや。な、 それはねえよ、フなんォローか、いや、しちょっろよ。とフォローするのがちょっとみたいな、なんかこう、なんていうの、なんか私を神だと思ってくれてる子がいるらしくって、なんかこう、触れづらい、なんか、あれですよ、憧れの作家さんにいざ目に、イメージすると、キャッみたいな感じの、ああいう感じに思ってくれてる子がいるらしいんですよ。いいじゃん、やっぱファンがいるっていうのいいよね。で、なんか、あるじゃないですか、いいねはしないけど、いつもこの人見てるよみたいな。なんストーかカーですか。私、いいねイコール見てる人だとずっと思ってたんですけど、割とそうでもなくて、なんか、報告受けるんですよ、なんか。だから実は見てるんですみたいな感じだから、あまり数字は気にしない方がいいと思います。まあ僕むしもろ別なんにそのか期待し、気にし800ない。人とかさ、1000人2000人いてもいいね1個2個しかついてない人とかも結構いるし、あまり比例しないと思います 学校の発表会みたいな言い方しちゃった思います。もう、ということでですね、まあプレゼント企画のさ、今回この動画やってまいりましたけども、そちょっろそとろ時間が28分ぐらい。しとくっていうか、なんか雑談みたいなところは全てカットしていただくという形でお願いいや、しま難すね。しいよ、そんな。そしたら多分9分ぐらいしかならないと思うんで今日はスバル先生ありがとうございました。今日のその動画良かった人は、チャンネル登録、高評価、コメント等お待ちしてます。またプレゼント企画はもう一度おさらいをしますが、チャンネル登録、高評価、スバル先生への、その 愛のあるコメント、プラス、スバル先生のツイッターのフォローという。アンチはやめてね。アンチ湧くかもしれないよ。やだな、もう高校の時に飽きたから、そういうの飽きたっていうか、ちょっと心しんどくなったからやめてほしいです。ということで、すみません、本当にありがとうございました。はーい。お疲れ様です。またよろしくお願いします。はい。はい。